はい、皆さんこんにちは。トランスティーコーポレーションの富岡でございます。本日もご視聴誠にありがとうございます。ありがとうございます。ということで、龍馬くん来ましたね。はい、これはあなたが教えてくれた極上の一台ということで。そうですよ、紹介していきましょうか。ついに僕が仕入れるという、はい、はい、ということでこちらです。2021年式、こちら令和3年式です。はい、まだ2年落ちです。ということで、新車保証がこちらですね、来年の8月まで約1年間新車保証がついていると。で、距離がまだなんと1万7000キロで、正式名称でいうと G の 400D のマニファクチュアエディションということですね。で、これまあ後で言いますけれども、めちゃくちゃかっこいい内装してるんですよ。そうなんですよ、はい、それがホワイトね。そう、エクスクルーシブなパレザーで、もちろんオプションに関してはもう AMG ラインラグジュアリーパッケージ、アダプティブダンピングシステム全てついてます。サンルーフとね、はいはい。で、スペックは 400D なんで330馬力50馬力アップですね、前回から比べたらという形で、はい、なっております。はい、はい、ということでやっていきます。はい、最後までご視聴よろしくお願いします。お願いします。まずは、このマニファクチュアのエディションなんですけれども、はい、もうね、見ていただいた通りです。皆さん、分かっていただけるかなと思うんですけど、まずボディ色は、まあ要はパールホワイトにはなるんですが、それ以外のところ、ホイール、フェンダー、フロントバンパー、ミラーですね、はい、まあ、後ろのスペアタイヤカバー、すべて、艶ありのグロスのブラックで塗り分けされております。はい、で、これ一つあれなんですけど、インナーブラックですよ。そうです、インナーブラックで、ウインカーもインナーブラック、はい、で、テールの方はスモークかかっております。はい、という形の、まあ、特別使用車という形になっております。うん、で、もう今ね、在庫車両として写真撮影していたんですけれども、もうなんか綺麗すぎてどこ紹介しようっていうぐらいの本当に、はい、感じでございます。だからもうタッチペンとかも前なしなんですよ。そうですね、うん、なし、綺麗綺麗、ほんまに綺麗。もう見てください、もうぜひ。で、ホイールもガリ傷なし、はい、はい、これね。で、いつものごとくもちろん、はい、へこみもなしです、うん、はい、へこみもなし。でもフェンダーもめちゃくちゃ綺麗です。めっちゃ綺麗な、はい、めっちゃ綺麗。いや、届いた時めっちゃ良かったなと思いましたもん。うん、本当に綺麗、はい、はい、後ろはこんな感じですね。ホイールもピカピカやし、ピカピカいいですよ、めちゃくちゃかっこいい。はい、はい、で、エンブレムもね、艶ありのグロスブラック、うん、で、唯一これだけは伝えとかないとなっていうのが2つあります、2箇所ね、はい、まずは後ろ、後ろ、はい、ここここです。なるほど、はい、これ多分荷物を下ろされるときに、うんうん、ガンってちょっと当たっちゃった、ね、うん、で、もう一つがここドアエッジ、はい、もうこれだけ、うんうん、こんな感じですね、はい、はい、あ、もうちょっともうチラ見しちゃったんで、ああ、やっちゃいました。もっとじらそう思ってたんで、じらそうと思ってた。はい、いや、これなんですよ、こんな感じでございます。僕が一応使用して仕入れた理由です。はい、いやー、これは本当に価値が高い。だからもうあの222のあのシーシェルグレーみたいな感じ。そうですね、まあどちらかというとね、カーセンサーでもこのパンダ、通称パンダと呼ばれる、うん、マニファクチュアエディションが、うん、まあ、台数的には多数出てるんですよ、うん、出てる。ただないよね、白顔はないです。ない、本当にない。僕もたまたま見つけただけ。マジで見たことないもんな。ないですね。ね、これはぜひ見てほしい。はい、めちゃくちゃ綺麗で、ここのキルティングカット、うん、で、助手席綺麗、はい、で、運転席こっちだけちょっとはげてるんよ。はい、で、ここに関してはここね、ちょっと資料のはげちゃってるんですけど、うん、まあ革のリペア業者さんいらっしゃるので、はい、まあここ乗り降りするこことね、ここうん、だけはまあ塗装も可能なの で、 そ、 うです、ね、まあ、その辺はね、商談の際にご相談ください。はい、はい、で、ウッドパネルよ。ウッドパネルも綺麗だよな。パネルで、ドアのとこ艶消しなんよ。はいはい、もう木、うん、木、白い木、うん、艶消しいうかね、めっちゃいいよ、めちゃくちゃいい。で、天井庫がアルカンターラで、そうなんですね、ブルーメスターサウンド、ね、はい、
後ろもめっちゃ綺麗ですし、ここのウッドもここの内側とかまで全部綺麗。綺麗なんですよ、うん、でステアリングももちろん綺麗です、はいはい、マニュアク2これはでもね最近なんかあの、うん、プログラムもこれがついてるんで、うんうん、なかなかこう特別感はないですけど、うん、そうやね、はい、ただ、まあ、要はプログラムの発売の後に要は記念して作られたみたいな感じだよね、確か、はい、まあ、だから昔で言うと、まあ、デジーノ、あ、そうですね、うん、っていう形なんですけど、まあ、デジーノをよりもっと細かく、うん、セッティングできる形なのが、まあ、マニュファクチュアプログラム、そうですね、うん、でそれを記念に作られてる、特別使用者という形になります、はい、まあでももう一つの、まあ、唯一この味噌はこの内装ですね、そうですね、うん、こんなん後でできへんからね、うんうん、まあ、パンダはね、まあ、珍しくはないっちゃ珍しくはないの で、うん、そうですね、この内装に価値をすごい感じて仕入れたので、うん、はい、まあ、だからもうこの G の 400D 探しておられる方でもうこの白欲しい方って絶対中にいらっしゃると思うんで、うん、まあ、そういう方にはドンズバやと、もう綺麗すぎますわ、うん、やれすれ傷、うん、なし、なし、なしです。なしです。これはマジでなし。めちゃくちゃいいよな。これ。いい。天井の垂れももちろんないですし。これだって僕欲しいなと思って買いましたもん、ね。これはでもほんまに欲しいな。欲しい。買えるんだったら欲しい。買えるんだったら欲しいですよ。ね。はい。一応トランクも見てもらいましょうか。はい。はい。ここのまた贅沢な。これね。ここの。これね、うん、これ、うん、いいですよ、後ろ、で後ろもね、トランクも全然綺麗ですし、まあ、傷等も全然ないですね、はい、はい、めちゃくちゃいいじゃないですか、めちゃくちゃええよ、めちゃくちゃええ、まあ、あとはもうだってこれやることといえば、まあ、電動サイドつけて、そうですね、電動サイドつけて、まあ、キャリパー塗装とかしてあげるだけでも全然、ね、まあ、前の、紹介動画でも上げましたけど、うん、サイドステップのところラッピングとかね、ラッピングしてもいいですし、うん、まあこの型やったらツヤあり、はいはい、そうですね、にサイドステップやるのが一番こう綺麗にまとまるんじゃないかなとは思いますね、うん、このこういうつながりで、ね、そうですね、後ろまでガーッとね、うん、いいじゃないですかこれは、いやホイールも綺麗し、ちょっとこれはでももう皆さんいかがだったでしょうか、これはでももう龍馬くん仕入れだからもう是が非でもちょっと皆さん買ってもらうと困りますよね、というよりねこれね白革じゃないですか、うん、でまあ希少で、うん、っていうことを考えると、うん、普通のパンだとほとんど大差ないぐらいで出してます、そうやね、確かに差はありますけど、うん、大差ないぐらいで出してるので、まあ多少はありますけど、もうそのないんでね、ない要は本当にない、うん、だからそれの希少性を考えると、もうカセサーグレット皆さん、まあ、探される方見てると思うんですよ、はい、うん、だからねもうこれアップした瞬間におっていう食いつきあるんじゃないかと思いますので、うん、ぜひぜひこれはお問い合わせお待ちしておりますので、お願いします、よろしくお願いします、はい、ということで本日はねこちらの G400D マニュアクトゥアエディションパンダ内装白のご紹介でした。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。